アウレリオは、アストリアス王。アルフォンソ一世の弟カンタブリア公フルエーラの子で、ベルムード一世の二位。宮廷クーデターで暗殺された重慶フルエーラ一世の後継として、貴族らによって王に選ばれた。おそらく現在の様で、ラングレオ礼拝堂で体感した。彼の知性の年代記に書かれる、唯一の出来事は、中世のイベリア半島における、最初の、 反封建領主運動についてである。進化はその領主に対して立ち上がったが、アウレリオによって鎮圧された。反乱の起きた場所は知られていないが、それが重要であることは明らかである。慣例に従って、複数の乙女たちと引き換えに、アラブ側との和平交渉がなされていたと信じられている。この乙女を送ったことが、サンマルティンデルレイ・アウレリオにあるエル・エントレゴ地区の、 語源となった。六年余りの知性の後、七百七十四年に、アウレリオは、サンマルティンデルレー・アウレリオで病没した。当時、彼はこの地を本拠としており、事実上の王国の首都であった。年代記では、アウレリオの妻や子供について触れていない。次の王となったのは、アルフォンソ一世の娘、アドシンダを妻としていたシロであった。ありがとうございます。